注文したまま存在を忘れてたマットだけにマットなゾゾマットが昨日しれーと到着したのでちょっくら足でも計測してみっか。左足を緑のエリアからはみ出さないようにマットの中央に置いてください。足の上からスキャンします。画面上の円とマットの円を重ねてください。この後計測中は足を動かさないでください。ここからは音声のみで案内します。赤の方向からスキャンします。スマートフォンを少し下に下げてください。ゆっくり黄色の方向まで移動させてスキャンします。ピンクの方向からスキャンします。緑の方向からスキャンします。紫の方向からスキャンします。スマートフォンの角度を調整しスマートフォンを足の方向に向けてください。青の方向からスキャンします。左足の計測が終了しました。右足を緑のエリアからはみ出さないようにマットの中央に置いてください。足の上からスキャンします。画面上の円とマットの円を重ねてください。この後継続中は足を動かさないでください。ここからは音声のみで案内します。赤の方向からスキャンします。赤の方向からスキャンしてください。ゆっくり黄色の方向まで移動させてスキャンします。ピンクの方向からスキャンします。緑の方向からスキャンします。紫の方向からスキャンします。青の方向からスキャンします。お疲れ様でした。これで計測終了です。